久保さん、ナンパ史の話、最高ですね。今日ね、僕ね、60万のセールスしたんですよ。で、それ、理由がですね、あの、2年ぶりに熟成さんから、あの、連絡が来まして、で、まだ続けてたみたいで、で、まあ、あの、もしよかったら、鹿児島合宿、いいよ、無料でいい、特別に、みたいなオファーをしたんですよ。そしたら、すいません、今行けません、みたいなね。で、まあ、今度行くときは、 あの通常の2倍の価格を払っていきますみたいに、まあ、書いてあったんですよ。で、僕がすぐすつかさずね、ワンツー動画でセールスしたんですけどあの、通常価格30万なんで、2倍だと60万ですねと。じゃあ60万入金してくださいと。振り込み先記載しておきますんでと。別にいつ来るかどうかは別に、あのいつでもいいんで、振り込みは今日できるでしょみたいな。<laughs> 振り込みは今日できるだろうみたいなね。別に来る日はいつでもいいと。 振り込みできるだろうみたいなね。<laughs> っていう宿題ですね。宿題。まあ、結局多分振り込まないと思いますけど。ねまあ、そこでね、振り込めるんだったらまたちょっとフレームが上がっ,て上がったのかなとは思いますけどね。あのまあ、今回はね、破天荒フェニックスにしましょうか。あのこれあの、オンデーズの田中さんっていう人がそのあの昔その 不良債権というか、まあ、あのなんか倒産,倒産仕掛けの,そのメガネを買ったわけですよ。で、そこから、まあ、あの V 字回復させていくんですけど、まあ、この結構、田中さんが言ってるのがすごく的を得てて、僕は好きなんですけど、メガネって必要じゃんと。売ればいいんですよと。単純に、あの、 お客さん来たら声かけて売ればいいんですよとだから僕がそのやったことっていうのはそ大したことなくてただお店回ってね一軒一軒回って僕もあの売ってたとで社長がね背中見せて売ってて社員が売らないってことはまあまあなかなかないだろうと <laughs> だから率先して あの電話もかけて、今売り上げどうみたいな。売れてるみたいな。電話したりとか、現場行って自分が売るとかね。単純それをや,やりまくったらしいんですけど、<laughs> 結果、まあ、あの売り上げ回復したみたいな。うん結局、その1店舗な、1日1店舗何個売ったのかの、結局トータルなんで、1日どれぐらいセールスかけたのかっていう。だかナンパ師と一緒ですよね。じゃあ、来店しました。じゃあ、その来店したお客さんに、 どれぐらい声かけたのか、どれぐらいセールスかけたのかっていうね、本当にすげえシンプルっていうね、ただそれやっただけですよみたいに言ってて、うん。間違いないなっていうね <laughs>、おっしゃる通りですみたいな。みんなそれができないですよね。なんかさ、マーケティングとかね、なんかすげえ方法とか、なんかそういうのをなんか勉強したりするんですけど、いやいや、目の前の お客さんに、ただ、セールスすれば、売り上げ1.5倍ぐらい上がるでしょうみたいな。<laughs> 声かけるだけでね、1.5倍ぐらい売り上げ上がるでしょうみたいな。いや、ほんとそうだなと思いますね。うん。で、社長がね、やっぱ、現場で、現場に入ってさ売ってたら、やっぱりその社員が売らないっていうわけにはいかないでしょそこで働いてんだから、目の前で見てね。社長が頭下げて売ってるぞってなって。 自分がふんぞり返ってる社員がいるんだったら、どんな社員やねんって話なんで。<laughs> まあそれはそうっすよね。<laughs> うん。なんかほんとね、あの、なんかその、僕は、田中さんの好きな言葉で、まあ当たり前のことをやれば、大抵のことは成功できるよっていう。うん。で当たり前のこと、ほんとみんなやってないだけであって、単純にその、できること、当たり前のことをやれば、まあ大抵のね、 まあ、まあ、そうすげえぶっ飛んだことは無理かもしれないけどまあ僕ぐらいだったらいけるよと僕もここに立ってるけどもすげえことやってきたかっていうとそういうなんかできそうなことやってきたっていう, <laughs> もう正論すぎてねグーの手も出ないですけどそうみんななんかでもね魔法を探してるんですよね魔法をなんか一発で落とすとかねそう そのナンパ師のは本当の、本物のナンパシですね、うん。一般人の方が天狗になってるっていうね。これ結構いい話ですよね。うん、だ僕もそうなんですけど、人より劣ってるっていうのがすごくあ,あ,のあるんですよあの。あるというか、なんだ、そう思うんですね、毎回。そう思うようにしていて、だからそう思うから、 人よりやるっていうね。人より頑張らないといけないな。なぜならば人より劣ってる。だからやらないといけない。まああとはまあ結果もそうなんだけども、YouTube の再生回数に関しても他の YouTuber とかに比べると圧倒的に数が、再生数の1本あたりの再生数が少ないんですよ。それはもう目に見える結果として出てるし、これはあの誰が何と言うとグーのでも出ないほど結果出てないよねってなるわけですよ。再生数のその、 数で言うならば、ね、いや、100再生ぐらいですからね。他の YouTuber とかミリオンとか回してるわけですからね、トップ YouTuber は。まあ、それに比べると、100再生とかね、数十再生、数再生なんかはもう、もう全然結果出てないじゃないかって言われたら、まあ本当にその通りですってなるんですよ。だからこそ、1本あたりの再生数は少ないけれども、じゃあ本数はできるよねっていう話なんですよ。 確かに1本が100再生だったとしても、じゃあそれ100万本あったらどうなのって、まあまあちょっと戦えるよって話で。確かに1本は100再生。でもそれが100万本あったとするならば、ちょっと戦えるよねと。でもちょっとですけどね。でもまあ、ちょっとは土俵に入れるかなと。で、プラスアルファ、再生数は少ないけど、濃さは違う。濃さをも変えられるわけですよ。濃さもね。うん。だから、その、できることやればいいんですよ。 できないことはできないけども、できることやれば、まあ僕はできることやってきて、借金も返したし、うん。まあ僕もね、昔は数を取る結構やってたんでね、広告かけて数取ることやってたんで、結構真逆をやってるんですよ、今。昔は広告アフリエイトセンターでね、アフリエイターさんをガンガン回して、広告費払ってみたいな、何万リスト、何十万リストみたいなやってましたけど、もう今はね、 まあ、少ないリストで少ない再生数でずっとやってますけどうんまあできるんだなっていうかやって,てやってきたしもしできてなかったら僕はもうこれ生きてないですしコンビニでバイトしてますしね多分ねうんそうだ僕の熟成さんもねチャンネル登録1000未満で1億稼いだ人もいますからまあ普通に普通の人じゃ まあ想像できないでしょうね。その氷山の一角しか見れない人は、うん。だって裏に2万本、まあ僕一般公開2万何本ありますけども、目先の1本見たらね、なんだこいつになりますけど、じゃあその裏の2万本あなたは見れるかっていうと見れないんですよね。まあ知らないだろうし。うーん。だからまあある一定のアクセスは担保しているわけですよ。その裏に回ってるやつがあるんで。うん。 いや、ナンパ師の話良かったですね。はいってらっしゃい。